どうも、アリスキテラです。今回は、セブンナイツやってみたいと思います。セブンナイツ2ではなく、前作っていうかまだやってるんですよね。セブンナイツ、やっていきたいと思います。で、まず、そうですね。キャラは、一応こんな感じで、いますね。デロンズさんとかもいますよ、ちゃんと。お前が貴様を死へ誘ってやろう。いや、今、昔やってたんですけど、今見ても結構なんか面白そうに感じるんだけど、気のせいかな。ユージさん。いや、めちゃくちゃなんか、動きもいいし、かっこいい気がするんだけど、いっぱいキャラいるんですけど、最近出たエースさんですね。あ、ちょっとエースさん私、装備であれ、なんだっけ。なんか衣装つけてるんで、ちょっとあれなんですけど、あ、衣装か、これか。衣装もいろいろ選べたんですよね、昔。あれ？あ、女性の声になるやつだ、これ。もともとどれだったっけ？もともとどれなんだ、これ。もともとどれだ？もともとどれかはわからんな。これだ、基本衣装。これですね。神話スキル、神話ランクのキャラ、神話いけてないんですね、多分。神話覚醒する。神話覚醒できんのこれ。あれ、できたよこれ。できたよ。俺が守ってやる。うん、なんかよくわかんないけど。俺が守ってやる。うん、全然意味が分かんないっすね。全然意味が分かんないっす。じゃあ、そうですね。まずやっぱちょっと気になるところでガチャ回したいと思います。今、仮面舞踏会ガチャっていうのが来て、イザベラの出現確率がアップっていうことで、ルビー全部使って回したいと思います。出るまで回します。あ、出るまでっていうかもうなくなったら終わりますけど、こんな感じだったんですよね、ガチャ。おー、すごい。これね、すごいんすよ。金多いっすね。これも外れなんですよね、この。これは外れで、で、じわーっとちょっと輝いてるのが当たりなんですけど、じゃあ1枚ずついきますよ。あー、これ輝いてる。輝いてますね、これ。周りが。これをね、ちょっとずつずらして、お目当てのキャラが出るのを祈って、こうって下ろすんですよね。お何これ。昔と違う。トゥルードが出ましたね。狙ってるキャラじゃない気がするけど、あー、これハズですね。もやもやがすると、当たりなんですよね。外れ。あ、リーさんいますね、リーさん、強敵のリーさんいますよ、ここに。じゃあ、次行きましょう。なんか出たからこれだいぶいい方なんじゃないかな、わかんないけど。ガチャってあれっすよね、なんか他のゲームの動画でもまあまあ面白いっすよね。他のゲームのガチャでも、ガチャ動画って面白いっすよね、やっぱりなんか。うわー、金がいっぱい出る。昔こんな出てなかった気がするけど、2、3枚ぐらいしか出なかった気がする。外れ、あ、燃えありましたね。これ当たりですね。さあ、なんだ。ジャック、知らねえな、まったく。このお目当てのキャラじゃないやつが、ピックアップをすり抜けていく感じは、今のセブンナイツ2と一緒だな、これ。ピックアップをすり抜けていく。じゃあ次、レッツラゴー。ちょっともうスキップしよう、これ。あー、なんかちょっと、あ、じゃあ金だけ開いていきますね。ピコ、ピコ、ピコ、ピコ。もやらないはずですね、一度に開く。じゃあ次、ゴーゴー、レッツゴー、尽きるまで。どうせやる気ないんで、じゃあ金からもういきなりガン、ガン。あーって燃やりましたね。来たこれ青いな。これはあれこれもしかして。あ、アキラさん。セブンナイツ2でアキラ全然使ってないですね。
頑張って引いたけど、アキラさんでも強く、セブンナイツでは結構使ってた記憶があるんですよね。強かった気がする、まあまあ。あー、こんな感じになってきましたね。だいたいこんな感じですね。はいはいはい、ダメですね。次。いやー、恐ろしいわ。ほんと出ねえわ、これ。イザベラでしたよね、確か狙ってるキャラは。はいはい。はいはい。はい。はい、はい、ダメ。いやー、ひでえな。こっちのガチャもひでえわ。久々にやったけど。あー、でも、天井があるんですね、これ。あー、間違えた。あー、来た！緑、緑！これは、何これ？アタランテか？アタランテ、懐かしいな。いや、引けねえじゃん、これ。うわ、もうあと20連しかできない。うわ、来た。でもこういう時に意外と来るんすよね。あ、来ないっすね。いや、でも結構少ない時に来るパターンも結構あったんすよね。じゃあラストっすね、ラスト。あ、多めですね、金。じゃあ行くよ、ゴー、来い、おい、あい、あい、全然来ねえな、これ。セブンナイツも全然来ねえわ、これ。でもなんか、天井があったっぽいっすね。天井で、これもらえるのかな？え？なにこれ？バグってる？大丈夫？プレゼントする。なにこれ？あ、これ違うのか？あ、これ弟子のやつか。どこだ？どこに入るんだ？あ、ここっすね。あー、イザベラ。あ、天井はあるんですね。うん、なんかよくわかんないキャラっすね。というわけで、じゃあ、そうですね、気になるところと言ったらやっぱアリーナっすよね。アリーナ、すごい面白かったんすよね、セブンナイツ。じゃあちょっとよくわかんないんですけど、キャラとかも全然わかってないんで、適当な編成で行ってみたいと思います。あ、ヘルパーエヴァンだ、相手。チェックメイトだ。ああ。速攻で倒したのこれ。ヘルパーなんで。私を起こすなんて、いい度胸してるわね。この俺が貴様を死へいざ。素晴らしい。これからも頼んだぞ。いや、今やっても結構面白い気がするんだよな、これは。なんで人気なくなっちゃったのかなっていう、私もやめちゃったんですけど。結構面白いよね、なんか。ちゃんと分かってないけど。こいつなんだっけ、呂布だっけ、こいつ。チェックメイトだ。飛び上がるつもりか。無駄なことは。チェックメイトだ。天井の支配者が誰なの。うお、すごい。エリス大好きだったな、そういえば。私の意志で。じゃあルビーはかっこいいな。闇は光を染め上げ、光は闇を包み込む。じゃあこれかっこいいな、クリスルか。わかんないけど。うわ。いない。
ずかっこいいな、アイリンか。立ち塞がる敵は全て殲滅する。いや、ルビー強えけど、なんか光に包まれし闇へ目覚めろ。ただ一戦がめちゃ長いな、これ。うお、勝った。なんかでもすげえ面白いよね、やっぱり。アリーナ、セブンナイトの。もうブロンズランクね、上がりました。もうずっとやってなかったんで。いや、やっぱなんか面白いな、アリーナ。ちょっと待って、チーム変えるか。ちょっと皆さん、セブンナイト2でおなじみのキャラを使っていこう。デロンズでしょ？ユキさんでしょ。ユキさん入ってるな。ユキさん入ってる。ユキさん入ってるわ。ただ活躍しなかったな。繊維は確か弱かったんで。あ、エース入れよう。エース入れよう。今大活躍のエースさん。エースさんバックにしようか。で、あといるのは、アキラ入れるか。アキラ弱そうだけど。アキラ入れましょうかね。オッケー、これで行きましょうか。これで行ってみよう。ゴー。これが俺が貴様を死へ誘ってやろう。あ、テオさんいた。相手テオさんいるね、これ。テオさんかっこいいんだ。ちゃいますね、これ。立ち塞がる敵は全て殲滅する。いや、ルディ強えな、これ。うお、かっこいい。なにこれ。うわ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 。ちょっと待って。ゆきちゃんの出番なかったよ、これ多分。アキラはもっと出番なかったな、これ。終わるのか。いやー、なんかでも今やっても見入っちゃいますね。結構面白いな、やっぱり。ただ時間はかかる。いや、でも面白いですね、やっぱ。なんかただもうあまりにも今複雑すぎて、やる気はしないんですけど。いや、結構やっぱ昔面白かったんで、いろいろ。あと、そうですね、冒険とかもあるんですよね。冒険ってどこにあったんだっけ、これ。あ、冒険普通にあった。冒険ももう この辺で終わってんすよね、私。闇の安息所。もう全然わかんないんですけど。まあ、どんな感じか言ってみましょうか。まあ、どんなパーティー使ってたかも覚えてないんだけど、タカとか、あ、ブブとかですね、これ多分。バネッサとか。
多分この時私が使ってた最強パーティーなのかな、わかんないけど。あ、イングリッドだな、これ。あ、リンさん。カルマ。てな感じですね。ああ、まだあった、まだ続きがあった。赤が古かったな、これ。サスケなんだよな、これが。これが風神の剣だ。残りはスライ。いや、かっこいいね、サスケさん。サスケじゃねえか。タカだ、タカ。私は剣に代わってあなた方を守る。いや、なんか今やっても結構面白いですね。あ、これレイドなんですよね。まあ、いかないですけど。というわけで、プレイヤーレベル上がりましたね。まあ、ちょっと久々に、セブンナイツやってみました。まあ、今更やる気はないんですけど、なんかいろいろ、なんだろう、セブンナイツ2で、今後実装されるキャラも多分いると思うんで、ちょこちょこ覗きつつ、なんか新しいこと見つかったら紹介でもしたいなと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。